待たせたな。どこかのウィークでひなのさんま御殿の再現 VTR に出る。ツアー1日目キャプテン紅白楽戦について言及したそうです。アンコールのサプライズ終了後、キャプテンから今日発表された紅白歌合戦の出演者の中に日向坂の名前はありませんでした。でも2024年の日向坂の活動に私たちは全く悔いはありませんと前向きの発言があり、拍手が鳴り止まなかったそうです。これにお日様たちは、力強い言葉で感動したわ、100点最高だな。2024年は2023年とは大きく違って、デビューから今までで一番濃いって言ってもいいくらいの活動内容だったのは間違いないもんな。そしてこれが言える逆転、やっぱり一生ついていきたい。謝罪とか暗い雰囲気じゃなくてよかった、前向いててこっちのが良いね。そして今回なんと終演後メンバー5人と掃除できる権利が10人に当たるという超スペイベが行われたそうです。どんな得積んだら当たるんだ、スペイベすぎるだろと話題になってました。